と見て。ちょっと見て。ホタテです。昆虫館に着きましたら、女性の館長さんが現れて、建物の前のエノキを見てくださいと。すると、そこには、大紫やヒヨドシチョウの幼虫が何の保護もなく置かれていました。これはすごいことです。きっと週末に子どもたちが見に来たときに、感動するんではないかと思います。鳥を探して飛ぶのは難しいですよ。鳴き声が聞こえてもね、
飛ぶ姿、枝から枝へ飛ぶ姿しか見えません。